浜田さんと福岡さんに来ていただきました。こんにちは。こんにちは。今日はどうですか？あ、ちょっとここね。お、結構外したな。そして残に、あれ、大きなですね。うん、ナイスアウト。ナイス。高木さんね、今強いらしいですよ。ノリノリみたいですね。はい。北海道のレディースプレミア。総なめ状態らしいですからね。すごい。はい。で、浜田さんと福岡さん、はい、浜さん、どうですか今日は。今日は、ゆうきくんとペアで。ああ、そうかそうか。去年決勝まで行ったから、はい、ノリノリで臨んだ結果、はい、のぶさんたちにやられました。なるほど。あららら、ちゃんと。そして、ともよちゃんは。ああ、それも後だったんですけど。うん。はい。そうね。あ、そうか、あ、1回戦か。1回戦です。今日良かったよね、結構ですね、いつもより落ち着いて投げれてたなって、ね、いい表情で、いつもさ、結構すいませんみたいな、ちょっとね申し訳ありませんみたいな、ちょっと自信なさげなとこがありますけど、今日ね、堂々としていい感じ、しかも良かったのにね。これはもんですな、これやっぱファーストが女の子で、でダブルインってね、結構ポイントかなと思ったんですけど、うまくスタートできました。スタートは、あ、それでもね、わからんもんですね、これは。で、これが準決勝ですね、ただいま。いいな、ぶっと投げたかった。もうあとはプレミアだけか。そうですね、プレミアも濃いですね、今回。そうよね、賞金はもらえなかったね、じゃあ、だって。いやいや、価値がありますね。そうですね、もうやっぱ
三度の飯より金が好きってやっぱ浜田さんはいつもおっしゃってますよね。そうですね、ちょっと大事ですね。そう、大事ですからね。大事ですよ。ひどいっすね。いや、僕が言ったんですよ、人がそうやって言ってますから大分じゃ大分では、嘘嘘です、はい、浜田さん優しいね、嘘臭いですよね。いやいや、本当そう、本当そう褒めるとき感情こもってないですよね。いや、恥ずかしい、あ、ないですか、うん、ちゃんと解説しよう、ね、そうですね、ちゃんとしよう。見入ってしまうんですよね。うわー、素晴らしい、ナイス。おお、これはビーグランだちょっとやっぱキレが足りない。いや、まあ、僕はまだまだ三下ですから。佐藤さん、一回戦めちゃくちゃ飛んでたんですよ ね。強いもんね。ちょっと絶対絶命ですね。めっちゃ飛びいいですね、高木さん。バシバシ投げてきます。安定感がありますね。高木さん、珍しいですね。ちょっとね、初っ端のね、カウントアップなんて23本いって、最後もちょっとアンビット外れました。朝一のカウントアップ大会ね、1回戦の一発目からパーフェクトトライです。惜しくも24投目最後でワンビット外してしまった、ね、いい感じでスタートしたのにね、ちょっと投げててノブさんは気になってしょうがなかった。ああ、そのカウントアップの時ね、隣だったから周りの人もなんかファンみたいになってずっと見てましたね。はい、ということで、トクシー高木ペアが決勝進出と、はい、クロアチアと、はい、寒いよね、両方クロアチアそうなんです。あ、クロアチアも寒いだろう。イブスキとか絶対寒いよ。イブスキは雪降らないですか。イブスキはもう端っこやもんね、一番下ぐらいじゃない、そうでもないか、一番ね、最南端ぐらいのね、福岡選手はね、鹿児島から来てますからね、全然面白くないよね、こんなの。はい、ということで、フォクシー高木部屋が決勝進出と、いうことになりまして、あ、これ、サブカメラは行きますか。あ、もう片方はまだ準決やってないのかな。準決中、はい、サブカメラでもう片方が見れるということですので、これは3レグ目なんですか。3レグ目の、これが1ラウンド目、両方いい、両方、はい、でこの角度いいね、そのなんかやっとびとかがしっかり見えて、うん、あー、ナイス。注目のホセ選手、同級生、誰と誰、私と同級生、はい、もうしっかりせないかんねと思いますよね、やっぱ。そうですね、風格がね、してください。もうだってもう息子がもう就職決まったって言いましたけどね。そうですけど、ああ全然おかしくないね、息子がもう今年から就職してね、大人、お父さん、うん、大人僕らも全然少年の心がなかなかね、もう本音さん今日良かったよ、ずっといい感じでした。周りもきっちり、うん、ちょっとね、ここまで崩れましたけど、まあ、そこを男性
星人がカバー、そうね、個性が、そうね、結構19に行きがちよね。で、うん、で入ってるイメージ、うん、まあ高橋くんはさ、まあその身長高い方じゃないけどね、身長、うん、身長がさあ、140、接戦です、うん、分かり目出ますか。149、そして185、これはね、もう2桁ぐらいまでにはしておきたいですね。うん、まあ、19もいいけど、じゃあそういうわけにはいかないですけど、107はね、そんな簡単じゃダメなんですよね。あ、いい数字、これは来た、うわあ、さあもうこれはほぼワンチャンと見てもいいですか。これですね、これはどう、やっぱ57から、57、18、32みたいな、どうですか。迷ってます、迷ってます、教えてます。ああ見えてる、31歳だ、31歳だ、長く見える、うん、自分の同級生の同僚なの、うん、あ、そうなんや、中学校と高校の同級生の同僚だった。あ、中学校と高校の同級生が東京行って、うん、看護師さんと同じ、あ、すごいね、偶然、偶然、それで最初話しかけられて、へえ、すごいね、狭いね、看護婦さん、看護婦さんよね。お姉ちゃんは年がね、22歳。あ、ナイスアウト。ということで、あ、構成本音。構成本音が落ちました。まあ、接戦よね。やっぱ上がりですね。なるほど。ということで、決勝戦が。